はっきり言って。限界があるんですよ、一人だけで、自分だけでやるのって。それでだんだん同居者に気の合う、こう、仲間ができてくるんですね。で、私としてみれば、なんか、お中元お歳暮でする、こう、お礼っていう気持ちの人だと、年賀状でやり取りする人。はいはいはい。だから、それで、あ、2月に、いつもお世話になってますっていうことで、義理チョコのような感じで、お世話になってますっていうことでですね、うちとして、これブラックライトなんですけど、ハンディなブラックライトって、お役立ちかなと思って、2月にそれをプレゼントしてたんですよ。うん、それを3月お返しがこれだったんですよ。っていうので、同業者さんからのこれお返しなんですよ。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。自己流。どうやらですか？あ、これは大事ないです。ああ、これ大事ないです。ここはアミシストですよね。うん、あ、これはね。ね、はい。これはダイヤが入ってませんね。あ、ダイヤじゃないの。甘いですね、カットは。うん。うん、本当だ。どれが？これはですね、もう宝石を見るものなので、はい。これは、あれです。シュリクジルコニアじゃなくて、ホワイトサファイアとか、そっち側です。はい、ジルコニアじゃないわけですね。はい。ここも違う。それはですね、キュービックジルコニアとジルコンってまた別の石なんですよ。で、キュービックじゃないですね。あ、普通に、そういうふうにされる分野ですよね。はい。でですね、こちらが売り渡し書になりますので、はい、3万2000円で書いていただきまして、ご住所、ご職業の名前、生年月日お願いします。免許証お返しさせていただきます。左手の人差し指でですね、軽く的に、はい、一旦に軽く、ちょっとお伝えいただければ。それでは、やらなくてもいいですか？あ、もう、返し続けてくれます。ありがとうございます。じゃあ、引き続きます。2000円までして、ちょっとどの感じで、あ、届いた。これはですね、一応福岡の市長の場合は、そういった形で警察に協力をするという形になっています。はい、なので、どうしても、いや、すいません、私はちょっとその頃は指紋になったら、ちょっと、できませんという場合は、もう、できないという、これ一応だから、協力をしていただいているということになります。はい。どのぐらいになったら、すぐに行って、実験をもらって、あの、電車で、受けられる日があって、そう、思うのが、あ、なるほどですね。ただ、いわゆるギフトショップとか、リサイクルショップとかでは、いわゆる、なんていうんですかね、してないところがあるかもしれない。ただ、福岡の市長の場合は、ああ、市長じゃないですね。あ、市長じゃないですね。いいですね。だから、だから、要するに今は市長の免許を取ってやってるかもしれませんけど、組合にも入ってないですしね。はい。そうです、そうです。だから一応、
見合いとこに入ってしてるところっていうのは、そういう、こう、意思の疎通たちをあるんだよね。で、乱暴ではなくて、その、そういう、こう、まあ、心出しじゃないですけど、ポリシーと言いますか。一応そういうのを、まあ、なんていう、示し合わせてるというか。で、それが、警察の許可を得てこうしてるから、そういうのをしましたので。盗品と捜査とかが来るときに、普通の方にははっきり全然関係ないんですよ。売ったけど、あの、要するにどなたと取引をしたかっていうのを残しておくので、一番、盗品が来るでしょ、一番あれですもんね。リトメインってだって100円、100均でそういうのできますもんね。うん、あ、で、見てると、免許証で言うんだったらね。はい。で、ただ、免許証じゃない場合、保険証とかで落として置き引きがあって、どれだけ都市確保を一緒に。なりすましてできますよね、もしやろうと思ったら。なので、顔写真付きで、なおかつこれでいただいてみたら、一応この方とお取引したっていう記憶の中では、一番私はシンプルで、あの、いいと思ってるんです。それで、まあ、そこにご協力いただいてるという、あの、ですね。そうですね。あの、街の落ちすぎですよ。落ちすぎですよね、だって変わらないでも、落ちるんだよね。逆転してる日も何ですかね。いや、だから、異常なんですよ。異常なんですよ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。また何かありましたら、よろしくお願いします。ありがとうございます。ポイントカード、どういうカード？え、渡してますよ。キリノミソ。キリノミソは、キリノミソは、すいません。すいません。面白いお弁当ありますけど。キリノミソは、社長の人ですか？あ、私のことですか、うん、目が悪いんじゃないですか